ここまで勝ち点28、11位のホーム北海道コンサドーレ札幌、勝ち点21、18位のヴィッセル神戸です。ではホームの札幌スターティングメンバーと予想フォーメーションです。札幌の注目、このフォーメーションでどんなところを挙げられますか？まあ、先ほども出ましたけど、まあ、前節、まあ、しっかり結果を出せた、まあ、前線の選手たちですよね、はい。まあ、興梠選手を中心とする、まあ、この3名がどういう連携でね、いいボールの動かし方と、ゴールに迫れるかというのがポイントですよね。神戸のスターティングメンバー、まあ、まずはこのような 4-3-3 で予想しましたが、これ試合の中でちょっと注目ポイントいくつかありますね。そうですね、まあ、配置もそうですね、まあ、サッカーの、ね、やり方というのも多少、ね、変わってくる可能性もあるかなと思いますので、はい。ゴールキーパーが前川、吉田監督体制で、まあ、今回の吉田監督体制で初スタメン。酒井豪徳とのマッチアップ、中に切り込む、後ろに下げて田中俊太、ゆるきが行きます。山口も少しポジションを空けて小柏へヘディング、ね、落とした。興梠わずかに左。やっぱりあそこに入ることができるかどうかっていうのがね、やはりストライカーのね、嗅覚ですよね。高峰から左へ、トラップが少し長くなった。いいの大崎がここで受けて縦に入れる。いいですね、大迫。裏から酒井豪徳が上がってくる、低いボール、ゆるき。いや、素晴らしいですね、キーパー。はい、菅野のナイスキーパーでした。まあ、ただ今ね、ダイレクトの縦のボールに対して大迫選手がしっかりと収めたというところからポイント始まりましたよね。大崎が縦に入れる、ゆるきの前、ゆるきがまたシュート、決まった。前半の28分、神戸先制、ゆるき今シーズン3点目。まあ、高峰選手がね、速いボールで深井選手に対してボールをつけようとしたのがずれたところからスタートしましたけれども、札幌にとってはちょっとアンラッキーな部分はありますけれども、はい。まあ、それにしても抑えの効いた本当に素晴らしいシュートでしたね、ゆるき選手ね。地を這うようなシュートでした。ルーカス対山口、ルーカスが自ら持っていってコロキへ入る。コロキはどうする、一度後ろに下げて左足、深井和樹。利き足とは逆だったんですが、強烈なシュートでした。球際厳しく、ね、さあ裏に大迫が抜けて笛が鳴った。フリーキックです。突きをつくのか柔らかいボールか、本当にどちらかですね。壁に当たりました。そしてゆるき追い越していった酒井豪徳、そこをおとりにゆるきは中、遠目からシュートを打っていきました。とディフェンスに当たって入った。ゆるき今日2点目、今度は右足。前半終了間際、神戸にとって大きな1点が入りました。まあ、ゆるき選手1点取ってた感触が良かったんでしょうね。それでちょっと中距離でしたけど積極的なシュート、実際はね、そんなにボールに当たらなくて強いボールが蹴れなかったんですけども、まあ、守備に入っていた岡村選手に当たってしまってコースが当たって入ってしまいましたね。さあ、深井が奪いました。菅がボールを持って遠目からシュート、右に外れました。大迫が前を向く、裏に抜けてくる、今のシュート、ナイスキーパー。近距離から菅野が止めました。いや、大迫選手はもう最初から井野選手がダイレクトで打てるような、ね、ボールをイメージで出してましたよね。中盤ボランチの選手、運動量も非常に豊富ですから、スイッチ役、中継役にもなれます。いいですね、いい展開ですね。はい、高峰からルーカス・フェルナンデス、遠目からシュート打った、わずかに左、抑えの効いたいいシュートでした。いいボールだ。森から入れてヘディング、わずかに左、岡村。い
いやーボール素晴らしかったですよね。岡村選手もいいポジション取りましたけれども、はい、札幌ではこのワイドのところでおっと短くなった。いいのが出ていく。戻ったのは小前、倒れる。あっと笛が鳴った。 PK だ。いいのを倒して PK。 さてこれは PK かどうかというところですので更新をしています。さあ外ということになりましたね。ボールは、ね、中に入っているから選手としては中という印象が強いかもしれないですけど、このアタックのポジションでいうと、はい、外というふうに、ね、見えますよね。まあ、シュート打ってしまうのか繋ぐのかという判断難しいですけれども、はい、まあ、中坂時間使いに来ましたか ね、 ね開いているステファン・プゴシャ、このコーナー付近でボールをキープ、ゴールキックになります。さあ吉田監督も大きな声を送って時計を指さす。そしてここで長い笛、試合終了。残留争いの直接のライバル同士の対決、18位の神戸、ルヴァンからの中2日厳しい中でしたが、アウェー札幌ドームでユルキの2ゴール、貴重な貴重な勝ち点3を手にしました。